ディズニーズニアお誕生日アルバム。公式サイトまで。まだまだ続くよ、ディズニーチャンネルアニマルワールド。アースデー with ナショナルジオグラフィック。4月22日はアースデー、地球について考える日です。ディズニーチャンネルではナショナルジオグラフィックのドキュメンタリー作品を2週連続でお届けします。1週目15日は木の上で暮らすライオンたちの物語と、モンスーンがもたらす厳しい環境で生きる命たち。2週目22日はヨセミテ国立公園の雄大な景色と、アジアの山で暮らす動物たち。アースデー with ナショナルジオグラフィック、4月15日から2週連続、夜8時と深夜1時。ディズニーチャンネルムービー。おとぎの国に住む幸せなプリンセス。君はジゼルよ。魔女に騙され、とんでもない世界へ。そこは大都会ニューヨーク。ありえない。ねえ、誰かいませんか。誰か電話で呼ぼうか。ここからじゃ呼んでも聞こえないと思う。愛を探しにやってきた夢見るプリンセス。思いを伝えて。でも現実は厳しい。真実の愛。彼の歌うんだ。本物の王子様はどこにいる。愛っていうのは、あれは幻想。夢は本当に叶うわ。とても素晴らしいことがいつか起こるの。それは誰も見たことがない永遠に続く愛の魔法。魔法にかけられて、4月9日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。ディズニーチャンネルムービー。よし、外の世界を知らないイエティの村で暮らすミーゴ。早く一人前になりたいよ。ある日、発射。村を飛び出して出会ったのは、小さな足のスモールフット。そう、人間。スモールフットだ。何だ。存在しないものは見られない。みんなは信じてくれないけれど、スモールフットを探してるの。仲間がいればきっと探し出せる。スモールフットを信じる。目覚めさせよう。ちっぽけな世界を飛び出して、大きな真実を探しに行こう。エディ、あ、スモールフット、あ、これ取れちゃったけどいいの。ここだっけ。あ、参ったな。スモールフット、4月16日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ディズニーチャンネルアニマルワールド。この後は面白くてかわいいリアルな動物の姿が楽しめる、ディズニーチャンネルアニマルワールド。ディズニーチャンネルアートでしょ。ミラキュラスが何やら人気のようだ、アート様。うん、この衣装はとても素敵だ。素敵だよ、素敵だよ。お、行くぞピッキー、スポットライトオン。なんてな。ミュージックスタアート。さあ、今宵もアートを鳴らすアートをご紹介。アートでしょう。いつショータイム。ナイトか下手とか、そんなこと関係あるか。何し
黒いキャンバスに真っ赤な君の情熱をぶつけろ。それがアートでしょ、それはアートでしょ、でしょ。ピカソみたいにピカッと、そう、広げたらすぐに作り出そう。君のアートで世界をハッピーに変えちゃおう。それこそアートでしょ、これこそアートでしょ。今すぐアートしよう、作品を大募集。ディズニーチャンネルに関係するアート作品を送ろう。詳細は公式サイトで。アート様どこ？あ、いてててん？お、ではさらば。アート。ディズニーチャンネルオリジナルムービー。ヴィランズの子供たちをこの国へ招待する。はいママ、さすが悪い子。お前たち魔法の杖を奪う。待ってよ、世界平和への第一歩だ。あんな親に育てられたんだ。だよね、私たちが残酷だって決めつけるな。杖をいただいておとぎの国を出よう。ヴィランズの子は親に認められるチャンス。目を見ればわかる、悪い子じゃないってことが。悪なのか、世界はひれ伏すの。本気なのか、親に何と言われようと決めるのは君だ。イエー、運命は自分で決めろ。ママとは違うの、私の気持ち。噂のツインズ、リブとマディのダブキャメロン主演、ディズニーチャンネルオリジナルムービーディセンダント、11日月曜日夜9時。はい、もしもし、グリーンよ。ああ、どうも、私はハインツ・ドゥフェ。